こんにちは、皆様こんばんは、黒い猫でーす。さあ、夜ものんびり貿易をしたいと思います。チワさん、こんにちはでーす。いらっしゃい、早いねー来ていただいてありがとうございます。嬉しいでーす。チワさんのバナナが痛いだぷー。ヤマキーさん、こんばんはでーす。いらっしゃいませ。チワさんのキノコも痛いだぷー。この時間は、売りさばきタイムですね。カルフェ。チワさん、ちょうどツイッター見たら出てきた。おー、すごいタイミング。ありがとうございます。ですね、小麦農場が154だったんだよな。いくつになったかな。薬品。おー、247。まずまずですね。まずこいつを売りさばいちゃいましょう。247か。247とか。いい感じです。まあ 100% はいってないけど、まずまずですね。あ、今エリーさんってまだいたっけ？エリーさん。なら、定食買おう。エリー、マイラー。ドスイー売ってよもっとベイベー定食を。あ、海賊さんいらっしゃい。ヤマキーさん、アップデの情報見ましたか？ざっくり見ました。ざっくりしか見てないけど。あ、エリーさんいるっぽいな。エリーさんいますね。エリー、これじゃない。あ、これは交換しとこう。で、頂点、海鮮を添えたブロンテイク20個。で、うと、よし。海賊さん、タカコはね、チュールが欲し、え？タカコはね、チュールが欲しいの、本当はね。うん。チュールが欲しいのはタカコじゃなくてオレオだよ。オレオくんの方です。ちょっと馬車を修理しましょう。よいしょ。色違いな人がいる。よいしょ。修理して。あれ？修理。ルキリンからレイドが来ました。ありがとうございます。だけど、タカコだから、チュールもちょっとしかもらえないの。いや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 、チュールが好きなのはオレオだからね。私は食べないよ。悲しいね、タカコ。うん、悲しい。悲しいのか。ハーロックさん、バンバンはいらっしゃい。来ていただいてありがとうブー。この時間は、プチウホウホタイムかな？売りさばいております。とりあえず、北部農場、北部農場から。ヤマキーさん、栽培の畑が一つ追加でもらえるようになって嬉しいです。そうそう。でもね、小麦の種が、高級なやつがなくて、なんか、枯れたやつから育ててるから、だいぶ時間かかりそうですね。まあ、のんびりやります。ヒロさん、こんねこいらっしゃい。来ていただいてありがとうぶー。今日も貿易回ったり、やっていきます。ダリンチョ、ルキさんのとこから来ました。食券です。いらっしゃいませ。来ていただいてありがとうぶー。チュールよりもビールと枝豆。キヨさん、いらっしゃい。いやー、私は、そうだな、チュールよりも何がいいかな。ポッキーとバームクーヘンとチョコレートヤマキーさん、高級なら取引で売ってた。私今日夕方見た時もう全滅だった。
なのでもう枯れたやつを買って、とりあえず普通の種にした。タカコ氏新曲ナオンセール、チュールと枝豆とタカコ、チュールと枝豆とタカコ今見たらなかった。うん、なんかちょうど今ね、あの小麦のクエストみんなやってるだろうから、取引所から小麦の種消えてるよね。ルキリン、あ、いらっしゃい。レイドありがとうございます。ララからもらえるチューリップ育てて、ララに持ってくと、特級小麦の種5個もらえる。え、マジで？それもっと早く教えてよ。マジか。一生懸命種育てちゃったよ。そうか。じゃあ、後でそれやろう。チューリップか。これまだ種の状態で持てた、植えてなかったぷー。あとで植えに行こう。そうか、まあでも待ったら種も売れるしな。チュールとチューリップうん、チュールチュールチューリップなんやねんでもチューリップは育てないと。そうだね、チューリップは育てましょう。なんかよくわかんないけど、とりあえずクエストだからやっときます。いやー、あ、そうだ、投資しとこ。どっか、アレハンドロ農場でいっか。20ぐらい投資、とりあえず今つないでるところは全部7にはしたので、まああとは10ぐらいまでしとこうかな。意味はないけど。ヒロさん、23時ガンボ。お、ありがとうございます。今日ガンボか。ガンボス来たら行こうかな。とりあえず新曲になりそうなフレーズ、何でもいいから歌うなう。え？チュールチュールチャオチュールかな。よくわからんけど。よくわからんけど。お任せします創作ダメ。なんかこう激しいアレンジ加えて分かんないようになってればいいんじゃないでしょうか。まあまあお任せします。創作は確かにダメです。はい、創作はダメ、オリジナルでお願いします。まあアレンジしすぎて原曲なくなるともはや新曲。そうなのよね。だからめっちゃアレンジしたらいいんですよ。めちゃくちゃアレンジをしましょう。今の手持ちは231メガの利益か。今日となんか急騰あった割にはいまいちだね。いまいちですね。あんまり今日ずっとなんか加工巻き割りとかやってたから、あんまり貿易してなかったな昼間。もう今日はのんびりです。明日も明後日ものんびりだのんびりゴールデンウィークですね。結構でもさ、ニュースとか見てるとめっちゃ人が多いね、外は。すごいな。なんかもうみんな何年ぶりかにお出かけ、我こそはって感じでしてるんでしょうけど、何もこんな混んでる時に出かけなくてもってちょっと思った。海賊さん、なんだっけ、楽しい戦闘民タカコってテーマだっけ。そう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 、明るい元気な感じの楽しい戦闘 BGM をお願いします。ハーロックさん、今387メガ。おお、すごいね。なかなかいいですな。ヤマキーさん、狩りしないの。今日は貿易かな、のんびりやります。今んとこ狩りの予定はなし。ヒロさん、アウトレット行ってきたけどめっちゃ人いたよ。まあそうだろうな。
アウトレットとかもうこのゴールデンウィークはえらいことになってそうですね。ひえー。なんかご飯食べるのも大行列とかして大変そう。座れなそう。フードコートとか絶対座れないよね、多分。恐ろしや。イレネチ、まん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 、まあ、いらっしゃい、来ていただいてありがとうぶー。今日ものんびり貿易やっております。アーロクさん、高速道路が混んでるからな。そうそう。なんかニュースで見たけど、なんか50キロぐらいの渋滞してるとか、なんかやってたよ。恐ろしいよね。50キロとか絶対巻き込まれたくない。いやー。なんでこんな時出かけるんや、みんな。もうなんか、3年分の鬱憤が溜まってんのかな、みんな。我こそはと外に出かけていく。何もね、こんな時に出かけんでも。いつものことやん、50キロ。でもさ、なんかせいぜい30キロぐらいじゃなかった？ここ2、3年は。こんなに渋滞とかも長くなんなかった気がするよ。まあ、コロナ前はあったけどな。32メガ。いいですね。32メガです。セーブ警備キャンプにしよう。でもう一度カルフェ。少なかったからそんなんで住んでただけ。そうそう。コロナでね、あんまりこう自粛ムードだった時は、30キロかそんなもんで住んでたけど。いやー、完全に元に戻っちゃいましたね。嫌だねー。やだねー。あ、ベルディ。ベルディからお買い物しましたか？私は夕方、なんかいろいろ買ったよ。とりあえず。あれ、一週間に一回しか買えないので。カイザクさん、やだねったら、やだねー。なんだっけ、氷川きよしか。ね、氷川きよしもなんかだいぶキャラ変わっちゃったね。ちかさん、渋滞は車間距離を取らないで、接近したらブレーキを多用したり、合流付近で第一車線を塞ぐ、または追い越しから車線を変更して、合流を阻害する人が多いから、渋滞が起こるのです。なんか難しいこと言ってらっしゃる。え、やーだもん、やーだもん、やーだもん。それはわかんないぞ。何のメロディーだ。狩りしてるところ見たいな。今日はね、貿易品を売りさばくよ。売りさばき終わったら、なんかやるか。38。ですね。でもこの後冬山も行かなきゃだしな。今日は貿易品売りさばいて終わりそうな気がします。カルフェ行って、えい。ここはなかなか難しいところなんだな、ここは。えい。よいしょ。はい。ここはなかなか難しいポイントです。引っかかりポイント。ちかさん、たかこの翡翠殲滅作戦みたいな。イレネッチ、やだやだのやだもんを知らん、知らないな。ダンダナさん、こんばんはだぷー、いらっしゃいだぷー、来ていただいてありがとうぷー。カイザクさん、いい歌詞出てこないな。え、歌詞はいらんのでは？今日も元気に狩りするぷー。装備忘れて床ペロ上等、何言ってんの？装備を忘れてるわけじゃないんだ、いつも。
装備は持ってんだけど着替え忘れるだけだぷ。いやそれも10回に1回もやってないからね。我らが高子氏ボンバーなんできたうん、できたようです。ありがとうございます。どういうメロディーが乗るんだろう、ちょっと怖いだぷ。今日はね、この後カルフェ行って売るでしょ。で、カルフェ行って売ったらこの、あ、ん？違う。あ、これか。小麦農場のこの薬を売りさばく。これで終わりだから、あと冬山方面か。あと、アウィナだけだな。小麦農場からエール村まで一気に行くか。高架風にするプリ。高架風。高架ね。どんな高架だったっけな、学生時代の歌。出てこないな。ああ、メシペロ、我ら、ボンバーズ。うん。ああ、我らがボンバーズって入りそうだ。うん。入ってるね。とびひろさん、こんねこー、いらっしゃい。来ていただいてありがとうぶー。海賊さん、ばっちり入るね。ボンバーズの効果が。え、作っちゃう？うん、作っちゃおうか。ボンバーズの効果。どうすんの作って動画にして YouTube にアップする。どうしよう。とりあえず海賊さん動画にして YouTube にアップしてください。歌が必要なら歌うで。タカ子でよければ。そうだ、その後、アウィーナ、111%。いくらなの？なんだっけ？もうか。お、215%。いいね。215%。100% ぐらい上がってるね。良いではないか。お、ガーモス15分前。ちかさん、ひろみさん、たかこし、ルキリンあたりで合唱してくれるんだよね。あと、クロリンも追加ね。ちかさん、海賊さんのデモテープ送ってね。効果ってもっとポップス寄りにしてもいい気もするけど。だいたい似たり寄ったりよな。なんか、クロリン忘れてたごめん。ひどいだぷ。ハーロックさん、北部小麦農場が意外と美味しかった。うんうん。そうそう。普通の上昇だけどね。なかなか良かったです。元の金額が150ぐらいだったよね、確か。いくつだっけ ?154% か。そこから154からの247だから、やっぱ元値がそれぐらいあるとなかなかいいよね。海賊さん、マジで作ろうかな。ぜひぜひ。ヒロさん、君が要は、それは国家。うん。そうだね。ボンバーズの効果、海賊さんが作ってくれるそうです。そしたらみんな配信で歌おう。各自オープニングで歌う。各自各自で。ボンバーズの効果をオープニングで流す。それちょっと面白くない？
よいしょ。ヒロさん、ありがとうございます。ちゃん、ちゃん、ちゃちゃちゃん？それ、罰ゲームやん。そう？そうかな。いいじゃん。どんな曲になるかは分からんけど。とびひろさん、PL。PL 学園の歌ってどんな曲？わからんぷ。だいたいどこの校歌も似たり寄ったりよね。牛回しが同じというか。たまにかっこいい校歌ある。へぇー。PL パーフェクトリバティ、PL 学園ってそんなかっこいい名前なの？校歌っていうカテゴライズだからね。うんうん。あれ、なんで2個残った？あれ、さっき2個売り忘れたか、ひょっとして。しくじった。んー、どうしようかな。とりあえずハイデル行くか。いや、後回しにしよう。エール村。2個取りこぼしてしまった。やってもうた。あれ？そやで、PL 教団やで。パーフェクトリバティ？うちのばっちゃんが PL 教団入ってた。へぇー。本日のポン。ポンって何？8月1日は教祖の命日かで、他の有名な PL の花火大会あるんやで。ああ、そうなんだ。PL 学院で花火大会すんだ。へぇー。ちょうど夏だし、いい季節だね。うはぁ。なんかさ、そうそうそう、今夜はあれだったんですよ。手巻き寿司しまして。なんか、美味しかった。今夜は手巻き寿司でした。マグロに、サーモンに、イカに、なんか白身のお魚に、いろいろ。ワイが死んでも楽しくやったらええ、花火あげてもろて、とか言ったとか言わないとか。へえ。一個だけベア村にソーセージが残って、出るの、さっき気がついた。残り時間2時間だった。なんかたまにさ、そういうのあるよね。あれ、なんか1個だけ残ってるとか、2個だけ残ってるとか。馬車に積むとき22個をいっぺんに積めないからさ、1回20個入れて、その後2個積むときに何かが起こっちゃうのよな、きっと。何かが起こっちゃうのよな。とわの学園。なんかそういうフレーズはよく効果であるよね。イレネチ、キュウリにレタスに梅肉。あ、キュウリは刻んだ。刻んで食べたよ。レタスと梅肉はなかったな。ボンバーズ。うん。効果作ろう。ボンバーズの。で、オープニングで歌おう。タカコを巻いた？うん、私は巻いてない。で、巻き寿司を食べた。タカさん、キュウリはちゃんとアク抜きしましたか？いいえ、しません。ただ切っただけです。
トントントンって切って巻いて食べたよ。普通にうまかったよ。うんとね、シソとイカとキュウリ、これ最強。やっぱりシソだな。シソうまかったです。そこに梅肉、そうそう、あったらよかったね。梅干しなかったのよ。ヤマキーさん、最近狩りしながらアニメ見てたら、見るアニメがなくなってきた。誰かいいアニメ教えて。最近は、エヴァンゲリオンの映画シリーズをまた見てる。ジョー波9と新エヴァ。ヒロさん、推しの子。推しの子、あ、タイトルはなんか見たことあるな。あっちこっち、どっちどっちそれは知らないな。鬼舞知らないぞ。鬼舞って何の役？おにぎり巻いちゃった？パクメイとミコチ。知らない。ウヒトさん、フェンス交換 200G 取るんかい。え？ 200G って何？高すぎやしないかい。200メガじゃなくて。ルキリン、推しの子、ジャンププラスで連載してる。あ、ジャンプなんだ。え、何の話？推しの子。桜トリック。みんな知らないぞ。サイバーフォーミュラ。サイバーフォーミュラ、それはなんか、車関係だな。じゃあ、見てるかもしったけど、影の実力者になりたくて。それもタイトルは知ってるぞ。カイザクさん、ああ、そうそう。ヒロさん、サイバーフォーミュラーいいね。OVA も全部見たらかなり長い。へえ。推しの子めっちゃ面白いぞ。え、何の話？何の話？推しの子は見る予定。なんかみんな推すね。新作アニメ。え、何の話？何の話？誰も答えてくれないけど推しってことはアイドル系ですか？推しのアイドルが絡んで子供を産んだ、そういう話？え、わからん。11から0から佐賀からシーン、え、何の話だい？マッシェル面白い。これも知らん。ちかさん、赤坂赤の新作誰？ルキリン、推しの子最初面白かったんだけど途中から飽きたやつがここにボス。カイザクさん、アイドルマスターの二の舞的なのかと思って敬遠してたんだけど。ヒロさん、アイドル、あ、アイドルなんだ。え、やっぱアイドルが妊娠して子供を産んだ話？え、そうなのかな。あっちこっちは昔ちらっと見た。鋭いけどそれ以上言っちゃダメ。あとはすべて見てる。ガーモス、あと4分です。マッシュルもジャンプ。レベル999のなんちゃら。あ、山田くん？それ。なんかテレビでやってるのはちょっと見た。山田くんとレベル99の恋をするみたいなタイトル。それはなんかテレビで見てるよ。あれは、女子は好きかもだけど、男子はあんまり好きじゃないかもしんない。普通に恋愛漫画だからね。影見セカンドやらしい。なんだって？
知らない漫画の話ばっかり出てきた。え、結局推しの子は何の話なんだ？みんな進めるけど内容誰も教えてくれないだぷ。ハーロックさん、最近恋愛漫画見る？ほうほう。恋愛漫画見るんだったら山田くんおすすめです。まだ3話ぐらいまでしか見てないけど、ちょっと面白い。ヤマキーさん、昨日までストロベリーパニック見てた。え、いちごパニック、何それ、どんな話？ストロベリーパニック、いちごのパニックだから、なんか田舎からいちごが大量に届いて処分に困ってる話かな。ちかさん、ひだまりスケッチもいいぞ。あ、ひだまりスケッチ、タイトル聞いたことある。どんな話だろう。え、お天気のいい日に日向でお絵かきしてる画家の話ですか。どんなドラマがあるんだろう。とびひろさん、現実世界で無双する、面白い。そのタイトルは知らない。続きはどうなるの？何の続き？ひらら作品はだいたい見てる。ひらら作品ってなんだ？ガオガイガー見よう。ガオガイガーって、戦隊もの？なんかゴレンジャー的なやつかしら。漫画なの？なんか、ようわからん。全然話についていけなくて申し訳ねえ。特撮じゃねえ。あ、違うんだ。それはゲームで知ってる。ガオガイガー？ゲームなの？とびひろさん、一番好きなのは、ヴィンランドサーガ。聞いたことあるような、ないような。なんだろう。これって何？アニメ？ゲーム？なんだろう。なんか聞いたことある気がする。なんとかサーガってよくゲームのタイトルにあるよね。ほとんどわからん。あ、ガーモスだ。よし、ガーモス行こう。ガーモス。ヒロさん、ガモ開いた。はーい、向かいまーす。久々にドラカーニャを出す。ドラカーニャ操作すっかり忘れてしまった。パールライスっていうスキルはどうやって出したらいいのか忘れちゃった。えい。お。パールライス。うわ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 。ガモガモガモ。アクツムたちが湧いてきた。シフト E。あれ E？ あれ？出ない。A。シフト E じゃなかったっけ？E。あれ？あ、出た。わー、あれ、えいえい、当たんない。いない。うわ、こっち来た。
強い攻撃が来るぞ。さっさと降りろ。強力な攻撃を行います。はい、さっさとしてください。さっさとしてください。ドドン、ドドン。えい、えい。えい、えい。えい、えい。あれ？もう終わったか？あれ？また、また赤くなった。えい。ドドーン。えい、えい。アービス。どうやって出すのかわからんけど。うわ、なんかやられた。あ、また赤くなった。えい。闇 100% でシフト右？シフト右。パールアビス。シフト右。パールライス。ドーン。あれって闇100ないとダメなのか。降りてこい。降りてこーい。ブラカーニャも飛べたらいいのにな。100% でシフト左だった。シフト左だそうです。お、終わった。さあ、40出ました。はい、ありがとうございます。さあ、攻撃に戻りましょう。パールライス。久しぶりに聞きたかったな。もうドラカーニャの戦い方も忘れてしまった。ドドドドケチモス。ケチモスなんですよ。もうガーモスからいいもんもらった記憶がない。海広さん、相変わらずまずい。うん、そうだね。1位。あ、もうさ、ケチだ。カイザクさん、ショコラトルテケーキあったもぐもぐ。なんだってー？何その美味しそうなやつ。ずるいだぷ。よこせぷ。いいなぁ、チョコレートか。よこせ、よこせください。あ、貿易。さっ
37メガ。なかなかですね。あと、アウィナ。アウィナ。トリガンにはない。アウィナ。もう買ってるのは、これだけか。あと、さっきのカルフェに、2個だけ残っているやつ。だけで。アウィナ行きましょう。アウィナ。ヒロさん、ポテチ食べようかな。食べちゃえ、食べちゃえ。はい、じゃあさ、我ら、飯ペロボンバーズ。あーん。チカさんが口開けて待ってます。とびひろさん、ドンキに行ってこようかな。お、今から、行ってらっしゃいませ。はい、ザクさん。我ら、飯ペロボンバーズ。ドンキ持って、どこ行くですか？うん、ドンキを持ってうろうろしてたら捕まるぷー。それがね、ポテチの味が、ポテチはコンソメパンチが好きです。じゃがいもと塩味っていう、ん、薄塩、それはそれでいいじゃん。あと私、あのプリングルスの緑のやつ好き。謎な名前だったから買ってみた。じゃがいもと塩味っていう名前なの？それはすごいな。美弘さん、歩いて5分。歩いて5分のとこにドンキあるんだ。いいな。海作さん、じゃがいもじゃないポテチあるの？え？じゃがいもだからポテチって言うんだよね。ルキリン、サワークリーム。ヒロさん、そうそう。え、じゃがいもと塩味って書いてあるんだ。じゃがいもと塩味。ポテチ。私でもプリングルスの緑色のやつ好き。あとは、ピザポテトかな。DM 送ろうか？うん、ぜひ。オニオン味が好き。オニオン味？いや、あの緑のやつそんな感じ？なんか、ポテチは嫌がらせだから、嫌がらせから生まれた食べ物。え、どういうこと？シチリア塩。こいつを、よいしょ。ヒロさん、ちょっと写真撮ってくる。はい、いってらっしゃい。チカさん、ポテチは嫌がらせから生まれた。シチリア塩。緑のがサワークリームオニオン。そんな名前だったっけ？でも、うん、サワークリームオニオンって感じの味がする。緑のやつ。そうそう、嫌がらせからできたっていう名。え、どういうこと？チカさん、マックみたいなポテトフライを薄くスライスして嫌がらせしたつもりが美味しかった。へえ。え、なんで嫌がらせをしようと思ったんだろうね。なんだっけ、ちょっと生意気な客がもっとうまい料理出せとか文句言われたシェフが頭に来て、じゃがいもスライスにして揚げただけのを出したらめっちゃうまかったっていう方法。そうなんだ、知らんかった。じゃがいもスライスにしてあげただけならめっちゃうま。うん、それがポテトチップスか。へえ。確かにうまいもんな、ポテチは。揚げたてだったらなおさらうまいだろうな。クロリンのキノコが痛いだぷー。バナナも痛いだぷー。カ
海賊さん、そうそう、知った風の成金がいたとかいなかったとかで、料理の味もわからんのにケチつけられたとかなんとか、ふんふん。ヒロさん、送ったありがとう。DM、あ、DM 来てる。ん？ DM？ ヒロさん。おー、ほんとだ。じゃがいもと塩って書いてある。ほんとだね。湖池屋ポテトチップスなんだ。へー。水色のパッケージも珍しいね。なるほど。重くそ書いてあるね。じゃがいもと塩って。シンプルな、シンプルなポテチなのね、きっとね。クロリン、こんねこいらっしゃい。カイザクさん、クロリンごめん。さっきクロリンのこと忘れてた。チカさん、薄くして嫌がらせで、どこはどこの、どの説も一緒だけど、元が少し違ったりする。そうなんだ。意地悪な姑が、嫁に分厚いポテトは食べさせないプーって言って、薄くスライスしたら美味しかったとか、そういう系？クロリン、なんかあった？ヒロさんでしょ？ね、水色のパッケージ珍しいよね。カイザクさん、詳しくはタカコ氏に聞いて。うん、自分で説明しろプなんかね、ボンバーズの効果を作る話をしてたんですよ、さっき。で、ボンバーズの配信者はオープニングでその効果を歌おうっていう話をしてて、その時に、タカコとチカリンチョとルキリンとヒロさんとって言って、そこにクロリンの名前入れるのを忘れてたのが海賊氏です。ざっくりそんな感じでも、クロリンもやってね。まだでも曲できてないけどなんかボンバーズの効果を作るらしいよ。なのでオープニングで歌う。録音しといて、オープニング用動画に作らないといけない。クロリン、ふむふむ。まあ、わし、最近配信してないからね。気にしない、気にしない。よかったね、ザック氏。クロリン、心が広くてよかった。配信しろ、プー。配信しましょう。この後やる？ツイート飛ばす。朝活で寝ぼけてる時にきつい。いや、もう録音しとけばいいだぷ。オープニング用の動画を作っておけばいい。クロリン、喉がようやく治りかけてる。あー、喉やられちゃってたのか。それはお大事にしてください。ヒロさん、録音。そうそう。もう、動画と合わせて作っておいてさ、それをオープニングで流す。ヤマキさん、おすすめのアニメ教えてくれてありがとう。なんとかしてみる。うん。なんとかしてみましょう。やっぱ生でしょ。私は動画にするけどな。生はアカペラでやる。なんかこう、効果風の歌を作ってくれるそうです。もう歌詞はできてるのかな？よいしょ。あ、いくらになるかな。36メガ。まずまずです。いいですね。あともう一回分あるかな。アウィーナ。もう一回分ですね。アウィーナに行きます。これ売ったらこの時間は終わりだぷ。
なんとかすると言いつつ、他におすすめのアニメあったら教えて。エヴァンゲリオンタプー。久しぶりに最初から見返してみると面白いよ。お母さん、不徳のギルドってアニメも面白い。不徳って読むのかな？どんなギルドや？ヤマキーさん、映画はすべて見てる。そっか。いや、アニメ版の方もさ、見てみるといい。映画版と若干違うから。なんかアニメ版と映画版と、なんかこう、違うよね、ストーリー途中から。25話がよくわからないよね、ネーバーって。フィルムレッドもそう。25話ってどんなんだっけ？そんなの前に見てる。ん？そんなの前に見てる。フィルムレッド？ワンピースか。おめでとう、おめでとうってやつ。あー。あれか。あれは、シンジ君の心の中なんだぷ。あれは、シンジ君の心を表現してる。でも、すごい不評だったよね。それで映画版でやり直したんだぷ。なんだっけ、いろんな説があるからね。なんか、ここで、あれすんのもあれだけど。なんだっけ、人類補完計画って、もう人類を一つにしてしまえ、みたいなやつでさ。なんか、シンジ君もその中に入ってしまうか。でも僕は僕でいたいんだ、みたいな。自分を取り戻した。おめでとうっていう感じです。確かそんな感じだった気がする。モンゴルマンさん、こんねこぷー、いらっしゃだぷー、来ていただいてありがとうぷー。ルーデンさん、シンジ君の良さがわからないだぷー。そうか、シンジ君、これまでの強い主人公とは真逆の、全く新しいタイプの主人公なんだぷー。あの時代にあれが出てきたことが画期的だったぷー。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、そうそう。補完計画の曲作ったやん。あ、作ってたっけ？そっか。何度も見たんだけどね。リアタイでも見てたし。そっか。シンジ君中学生。そうそう。14歳だからね。ハーロックさん、オリラジの中田のエヴァの解説の YouTube 見ればなんとなくわかる。あー、5時間ぐらいやったやつじゃない？それ。私見たよ。あっちゃんのエヴァ講座は絶対見なきゃと思って。あの人もうめっちゃエヴァオタクだもんね。そうそうそう。熱量がすごい。あのテンションで5時間ぐらい喋るっていう。すごいよね。パワー。そうそう。わかりやすい。そうそう、わかりやすいのよ。全部わかる。アニメ版と映画版と、どう違って、どうなってるかが、どういうことっていうところをちゃんと解説してくれるからね。あれは一見の価値ありですよ。ぜひ、おすすめします。私からも。長いけどな。YouTube 大学はね、結構見てるんですよ、私。最近でもあんま見てない。前はよく見てた。エヴァおすすめです。ジョ・ハキュー、あと新エヴァンゲリオンを昨日今日見てました、実は。貿易しながら見てました。久しぶりに見ると面白いね、やっぱり。
9からがわけわからんのよな。でも3回ぐらい見てなんとなくやっと深めてきた感じかな。やっと普通に見れるようになった感じ。初めて見た時は全然入ってこなかったもんね。なんか拒絶反応を起こしちゃってて全くストーリーが入ってこなかったけど、3回目にしてやっと入ってくるようになった、そんな感じです。あれはもう何回も見ないとダメなやつ。です。いろいろ考察あるけど、あれ繰り返しっぽいって話よね。繰り返し？ん？エヴァ？これをフィーゼルまで戻ろう。旧作から新まで一応話はずっとつながってる。なんかテレビ版と映画版はちょっと違うから、なんかパラレルワールド的な感じじゃない？なんかテレビ版はさ、なんかあの、なんだっけ、当時くんが、あの、なんだっけ、使徒になったエヴァに乗った子だったけど、映画版になるとさ、当時くんそのシーンでアイス食べてて、で、棒の、当たり棒がち、外れかって言うので、ああ当時くんじゃなくなったんだってなって、でアスカが乗るっていう。テレビ版も含めて、それが新劇場版でカオルくんが証言して、アスカも名前違うしな。あれ名前違ってたっけ。カーロックさん、そういうの考えると、シュタインズゲート見たくなる。シュタインズゲート知らんぞ。まあでもなんかエヴァは難しいから、考えてくれる人がちゃんと考えてくれます。テレビはソウリュウ、アスカラングレー。アスカ、ソウリュウ、ラングレー。仕上げはマジおすすめ。え？シンは式並み、アスカ、ラングレー。あれ？そう言われてみればそうだね。式並みって言ってた。確かに。式並みって言ってた、そういえば。なんで違うんだろうね、そういえばね。確かに。気づかなかったの？うん、気づいてなかった。言われてみれば、名前違ってたね。アフナミ？うん、アフナミアフロだね。言われてみればそうだね。ソウリュウだったね、テレビ版。確かに。下げは見た。ほうほう。みんな見てるなぁ。見てますな。アニメな。王様ランキングは見てるよ。イレデッチは下げ見てない。そうか。私はわからん。全くわからん。あのループどころはきつかった。おほ？木波、綾波、巻波って日本の戦艦の名前。あ、そうなんだ。へえ。これは知らんかった。戦艦から取ってんだ。
マキナミ、マリ、イラストリアス。あ？マキナミ。マキナミっていう人いたっけ？いないよね。え、あのピンクの子がそんな名前？ひょっとしている？ピンクの子？ワンコくんっていうメガネっ子。あの子、あの子マキナミっていうんだ。へえ。坂本、ま、ん？坂本、なんていうの？ま、ま、なんとか、それ。そうか。なんか、映画版で突然出てきたよね。途中から、ピンクの子。なんか、パラシュートに乗って突然空から降ってきた。メガネっ子。いろんな曲を歌ってる人、そうそうそう。幸せは歩いてこないとか歌ってるよね。割とあの、古い歌歌うのよね。エヴァの、エヴァのあの子。え、タカ子のアバの首が痙攣してる？え？え、痙攣してる？一旦リセット。坂本真綾。誰？歌だけだとマクロス F が好き。マクロス F？ なんだそれ。マリの声優。へえー。みんなよく声優とか知ってるよね。全然わからんだぷ。声優難しい。ブルブルマシーンにでも乗ってるのかってくらい痙攣してた。ごめんだぷ、なんでかな。マクロスフロンティア、うん、知らんだぷ。海作さん、新エヴァどこまで見たよ？一応全部見たよ。イレネッチ全く見てない。そう、新エヴァの最後、このメガネっ子とシンジ君が手つないで走ってくシーンで終わるのよな。普通の高校生みたいに。え？って感じだったけど、なんかエヴァのない世界になってた最後は。エヴァ引きずりすぎなんだよ。え、どういうこと？引きずりすぎ？ん？うんうん、まあいろいろあったし、何十年かけて。そうだよね、年単位だもんね。次回作10年後とかさ、そういう感じよね。もうなんかテレビ版見てた子たちがすっかりおっさんおばさんになってしまったという。ダイナックス乗っ取りとか、え、何それ？ガイナックス。途中それで庵野監督鬱になったりしてたし。ほほう。飛び広さん、じゃがいもと塩買ってきました。買ってきてる人がいる。ぜひお味の感想を。もともとガイナックスって会社だったのよ。ええー、そうなんだ。坂本真綾の曲の中で一番有名な曲なんだろう。え、知らんだぷ。イレネッチ、へえ。ヒロさん、マジっすか。海賊さん、途中で会社乗っ取られちゃって。ええー、そうなんだ。
エスカフローネ見よう。エスカフローネ、わからんだぷ。難しいぞ、今日の話題は。で、スタジオカラーって会社立ち上げて、なんとか完結までこじつけた。ヤマキーさん、約束はいらない。え？あ、曲名かな？エスカフローネオープニング。え、知らんだぷー。どんな歌？知らないな。エスカフローネ？なんだっけ？南の島のフローネみたいなアニメは子供の頃見たような気がする。フローネだったか。潮風を頬に受け裸足で駆けてく、振り向けば白い砂、私の足跡っていう曲が突然思いついた。南の島のフローネだったかな。なんとか、なんとかかんとかフローネだね。ゆるキャン三角はまったり見れる。ゆるキャンいいね。タイトルはなんか、知ってる。とびひろさん、私の歌を聴けってのは？そんなタイトルの曲があるの？カイザーさん、ただちょっと新エヴァは個人的にもうエヴァいいやってなったかな。うん。その気持ちはちょっとわかる。なんか、なんかもういいかなってなったよね。わかる。イレネチ、マクロス？マクロス F？ マクロス？わからん。マクロスフロンティア。チェリルノーム。一期のオープニング。俺の歌を聴け。マクロス。俺の話を聞けですか？あれってなんかのオープニングテーマなの？知らんかった。ラス前の展開、旧作と同じだった。ラス前の展開？旧作と同じ？ああ、線画になったりするやつ？シェリルノーム、私の歌を聞け。ん？いや、話じゃなくて歌な。ん？よし。脳内変換されすぎ。メイ N さん、もう立てたっけ？え？デリルノームはマクロスフロンティアのヒロイン。中越が歌ったの違う曲。はい。537メガの利益になりました。パチ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 。はい。ということで、今日はこの辺で終わろうかと思います。なんか話に全然ついていけなくて大変申し訳ありませんでした。メイ N がシェリルノーム。え？わからんぞ。タイガー&ドラゴン。トラリュウ。リュウ。カイザクさん、番組も全然違う。アーロクさん、オッツアリー。マクロスは映画とセブンとフロンティア、デルタは見た。私は何もわからん。メインって読むんだよ。メイン？私のメインはこのキャラ、リト様です。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。明日は多分昼間またやると思いますので、もしお時間ご都合ありましたらぜひまた遊びにいらしてください。ヒロさん、おつりんこー、ありりんこー、ふびひろさん、おつだぷー、ありだぷー、いれねっち、めいえぬ、メインって読むのか、なるほど。クロリン、オツネコ、アリネコ、イレネチ、オチュニャンブッシャー、アリニャンブッシャー、ヤマキーさん、お疲れ様です。ありがとうございます。
ロギリーの音なのだよ、ありなのだよ、ということで、また明日お会いしましょう。では、またねー。ありがとうございました。